こんにちは、皆さん。私のチャンネルへようこそ。今日は、南アメリカ州の多様な民族、文化、そして人々の生活について話をしましょう。今回の動画の目的は、南アメリカの多様な民族と人々の生活について理解し、スペインやポルトガルの進出と植民地時代の歴史の影響を考慮しながら、南アメリカ州の文化の成り立ち、変化、及び課題について多面的、多角的に考察することです。南アメリカ州は、多様な民族が共存しています。先住民、ヨーロッパ系、アフリカ系、アジア系など、多くの民族が混ざり合って、独自の文化を形成しています。南アメリカ州の先住民は、数千年にわたって、多様な文化を築き上げました。インカ帝国、マヤ文明、アステカ文明など、多くの先進的な文明が発展しました。これらの文明は、建築、農業、天文学、数学など、多くの分野で高い技術を持っていました。インカ帝国では、アンデス山脈を利用したテラス農法が発展し、マヤ文明では、高度な天文学と暦法が発展しました。植民地時代、15世紀末から16世紀初頭にかけて、スペインやポルトガルが南アメリカに進出しました。これにより、南アメリカ州の多くの地域が、スペインやポルトガルの植民地となりました。この時期、ヨーロッパから多くの移民が南アメリカに移住し、彼らの言語、宗教、文化が持ち込まれました。これが、現在の南アメリカ州の多くの国で、スペイン語やポルトガル語が公用語となっている理由です。また、キリスト教が、多くの国で主要な宗教となっています。先住民について、しかし、植民地時代の影響は、必ずしもポジティブなものばかりではありません。先住民の暮らしは、植民地時代に大きな変化を遂げました。多くの先住民がヨーロッパから持ち込まれた病気によって死亡し、また多くの先住民が奴隷として扱われました。植民地時代に先住民の土地が奪われ、彼らの文化が抑圧されたことは、現在の南アメリカ州の社会に多くの影響を与えています。現在、南アメリカ州の多くの国では先住民の権利が保護され、先住民の文化が尊重されています。多くの国で先住民の言語が公用語として認められ、先住民の伝統的な知識や技術が保護されています。しかし、先住民の暮らしの変化や先住民と他の民族との関係にはまだ多くの課題が残っています。現在抱える歴史や文化面の課題、例えば先住民の土地の権利に関連した問題、先住民の言語や文化の保護と振興、先住民と他の民族との関係の改善などが挙げられます。また、植民地時代の歴史に対する認識の違いから来る対立も一部の地域で見られます。以上のように、南アメリカ州の多様な民族と文化、そして人々の生活は歴史的な背景や植民地時代の影響、現在抱える課題など多くの要因に影響されています。まとめ、南アメリカ州は多様な民族が共存し、独自の文化を形成しています。植民地以前、先住民はインカ帝国、マヤ文明、アステカ文明などの先進的な文明を築き上げました。しかし、スペインやポルトガルの進出により、多くの先住民が病気で死亡し、奴隷として扱われ、土地や文化が奪われました。現在、多くの国で先住民の権利が保護され、文化が尊重されていますが、土地の権利、言語や文化の保護と振興、先住民と他の民族との関係の改善など、まだ多くの課題が残っています。南アメリカ州の多様な民族と文化、そして人々の生活は、歴史的な背景や植民地時代の影響、現在抱える課題など、多くの要因に影響されています。皆さん、今日も視聴ありがとうございました。この動画が、南アメリカ州の多様な民族と文化、そして人々の生活についての理解に役立ったことを願っています。また次回の動画でお会いしましょう。